ここぞとばかりに一曲線打ってます。一曲線のイベントが1日だけで終わったり、イベント期間が短いもんで、これチャンスだな、増やすチャンスだなと思ったら、まあ、その間にたくさん打つというのがいいと思います。あとは本当に1分2分で終わるんで、何曲も打てます。さあ、ウーピンローピン。これは本一ぐらい、いやリーチドラドラ、リーズもドラドラ、裏乗ってハネマン。ちょっと弱いですけど、そのくらいしか今んとこは。一通、リーチ一通、ドラドラ、積もってハネマン。まあ、そんなとこでしょう。なので、ジャントがここにならないといけない。あとは3ピン、数ピン、チーピンを引く。手牌によってはもう、頑張ってもマンガン跳ね回しか見えない、どう頑張ってもそれしか見えないはあり得るんで、何回もってチャンス手が来るのを待つしかないですね。今のところ誰もリーチしてこない。リーチドラドラか。裏ドラ期待ではちょっと一曲線にふさわしくない手なんですけど、リーズもドラドラ、裏一つぐらい乗ってマンガンがいいとこ。ヤンピンがあれば、リーチ。一発ツボ。リーチね、これは。吐いて。よし。リーチ吐いて、ドラドラ8000なので、あ、4班か。4班なんで、正直、上がってもあまり。あ、これで5班なんで、ようやく、バイプッシュですね。600もら、300払って600もらうんで、まあスロットで言うとちょっとリピートぐらいですね。2倍だけなんで。まあ、今のはハイパイもらった時からピンズの一通に伸びない限りは跳ねまんきついなという中で、まあ、馬台の2倍ならまだ、御の字でしょう。マンガンまでなんとか行って、とりあえず一回保留できたんでよかったです。MJ をこんなにたくさん1日に打ったことは久しくないと思います。一曲線なんで実際はたくさん打ったところで4回打ってようやく頓風なんで、しかも頓風の場合は連チャンがあるんで、頓風1回で6回7回ってありますけど、一曲線は連チャンがないんで、まあ、5、6回打ってようやくトンプ1回分と。弱い。トンとウーソー。トンとウーソー。ピンズの染め手か、メンタンピンドラ3くらいにならないと、面白くないです。ピンズの方がなくなった。ってことはもうメンタンピンドラ3ぐらいですね。赤ウーソを一つ引くと、今のところリーチ、タンヤオ、ドラ1。リーチ、急走はちょっと弱いですね。リーチ、ドラドラ、裏乗ってようやくまた保留のトントンぐらいか。いや、ちょっとそれは弱いな。リーチとは、ただ、これは、イースーピン、イースーチーピン引いてピンフつけて、こうですね。ピンフつけて、ディーピンドラドラか。一曲線にしては弱いんですが、まあ、一応ピンフつけて、リーピンドラドラ、スモや、あー、タンヤをついていた。
裏ドラに期待。積もってマンガン、裏一個乗って跳ねマン。そのくらいでしょう。で、ご飯で、バダイの倍、2倍。せめて1枚乗るだけで全然違うんで。よし。跳ねマン。跳ねマンだとまだ、セーフ。跳ねマンならまあ、やったかいあると。上がったかいあるっていう感じですね。マンガンだとまあ、ちょっと首かしげが、首をかしげながら、まあ次かなっていう。イーハン、リャンハン、イーハン、リャンハン、サンハンだとちょっと上がらないで、手を大きく育てようっていう感じです。そろそろ1万を超えて、来た。今ちょっと飛ばしちゃいましたけど、初めての1万超え。まずは上がったので、跳ねマン以上上がったんで、跳ねマン、倍マン、3倍マン、約マン。この4つですね。ここをキープできれば、まずは合格点という1曲。また一曲戦ってます。初めて1万チップ、1万ゴールド、超えて、まだまだと。これチップ、例えばこれチップ1万ならまだともかく100万とか、もう無限に持ってる。ある意味チップがもうチップで困ることなくなったら何の使い道があるのかが疑問ですね。ペーナン。これはちょっと面白くない。ペーナン。強引に、想図にでも染めるか、ペー、ドラが重なって、ペードラさん的な手にならない限りは、一曲線で上がっても意味ない。初ペードラさん本一、跳ねマン。よし。十分。よし。全部ポンです。チートイツ。ただこれはポンしたいですね。トイトイの方にポン。行くならトイトイだなぁと。高め高めを追求してポン。バイマンです。バイマン、イーシャンテン。どっちでもバイマンです。よし、泣くんであればやっぱハネマン、バイマン確定で泣かないとダメですね。リーチとかツモ、裏ドラがない以上はこのくらいであれば泣いても全然価値はある。3曲連続で自分が上がり、3曲連続の上がりで少しずつではありますが増えていってます。基本全員面前で来るんですが、まあ一曲線で誰かがポンチしてきたイコール、それは高い、跳ねマン、倍マン、3倍マンの泣きだなっていうのが、まあ想像つくんで、そのくらいの打点の時は自分も積極的に泣くと。3曲連続上がりで、11,500 まで行きました。流れが来ているんで、また打ちたいです。3回打って、マンガン、ハネマン、バイマンと、3連発来てるんで、次は3倍マンが来るのか、またまたまた、ジャックポット。100万なんか来たら、ちょっと嬉しい。上に中連ポートがいるぞ。トラは、イーピン、ローソー。ちょっと、不釣り合いですね。イーピンとローソー。想図に綺麗に染まるか。ピンズでメン、これは、高いですね、多分。高くないと一曲線の、こんな、一泣きはないはずなんで。
ヒートイドラヨンくらいであれば攻める価値あるかなと。それ以外は本一かなと。ヒートイドラヨンか無理無理染めですね。ああやっちゃったか。染めが正解な気がするが、ヒートイだったらこいついらない。ちょっと一曲線でチートイツはあくまで私はよく4まで言うんですが、好んで攻めたい時に狙う役ではないんで、ちょっとこの一曲線失敗ですね。なんドラさん漫画なわけないんで、トン、ペイ、ハク、イーピン。このくらいは。おーっと、ノーマークの上。トン、ツモ。あ、まあまあ。十分。俺は当然、鎮逸狙ってて、もう一つピンズを引くのを待っていたら、上がりハイ引いちゃった。まあ、ワイマンだったら全く問題なしの上がりですね。鎮逸なったらリーチかけてきたかもしれないです。右の泣きに惑わされて上のノーマークがいきなりツモ。ちょっと今のはハイパイがどうやったら跳ね間になるかなと考えながら手作りしないといけないハイパイが来たんでちょっと苦戦しました。そんな感じで一曲線打ってみました。皆さんもチップまだ少ないときはその少ない原子を一発勝負でもいいんで一曲線にかけて、で負けたらまたチップ増やして次の一曲線に備えると、で1分の1を制したら1000ぐらいに増えるんで、その線でまたと、チャンスは今度1回からチャンスは 2,3 回になって、その 2,3 回のうちに上がるっていう、いずれにせよ厳しいんですが、それが私がチップ増やした理由です。きっかけです。どうもありがとうございました。